ゲートの中スタートしました。おっと北のビジョン、そしてビジョンオブラブ、ダッシュつきません。3番ヒロイックテイル先手を取りに行きます。ペルセウス氏が2番手、外からヘラルドバローズ今3番手、レッドファーロ、内は4番ラストマンです。さらにその外ハイエンド、その後に1枠2頭アーテルアストレア、ダノンラスター、各馬1コーナーをカーブしていきます。先手を取りました3番ヒロイックテイル、2コーナーをカーブ、リードが2馬身、2番手は11番のペルセウスシチーです。あとは半馬身差、外3番手15番ヘラルドバローズ、内4番手が4番ラストマンで向こう上面へ、前から5頭目10番のハイエンドです。そして1馬身差中段の前に5番のレッドファーロがつけて、さらにはその外に2番のダノンラスターの体勢です。あとは1番のアーテルアストレア、そして半馬身差8番カウディーレを3コーナーへ向かいます。残り 1200m を通過、3馬身下がって北のビジョン、外には16番バイシュラバナです。あとは2馬身差トゥーフェイス、内13番のビジョンオブラブ並んでいます。その後は2馬身差後ろから3番手、手が動いています12番の天下春、後方からは7番のキスラー、今最後方は14番リクテオン最後方で3コーナーをカーブしてきました。800を通過、先頭3番ヒロイクテイル、リードが半馬身、差を詰める11番ペルセウスシチ4コーナーへ向かいます。さらには15番ヘラルドバローズが3番手、ハイエンドが4番手に上がって外を回りまして差を詰める2番のダノンラッサー、そのうちに5番レッドファーロ、4コーナーカーブから直線コースに向かいました。前3頭広がっています。3番ヒロイクテイル逃げているペルセウスシチ、外は15番ヘラルドバローズ、残り 400m 通過しました。その後は3馬身4馬身差、4番手集団からレッドファーロ、さらにはハイエンド、そして外2番のダノンラッサーの体勢です。さあ先頭変わった、15番のヘラルドバローズ、ヘラルドバローズ外から追い込んでくる2番のダノンラスター、そして5番のレッドファーロ、レッドファーロ今3番手に上がったか、先頭は変わったか、ダノンラスターが前を捉えて先頭ゴールイン。ダノンラスター先に抜けたヘラルドバローズを捉えています。